はい、NHK をぶっ壊すということで、令和5年2023年の今日は1月22日です。お昼の12時25分です。今ね、YouTube の広告を作るために、今和光市から今度、杉並区の方へ向かっているんですが、明日から通常国会が始まります。ガーシーは国会には出てまいりません。明日には出てきません。3月のですね、27日の週に予定されている、NHK のですね、令和5年度予算案、ここにですね、3日後から、NHK の新しい会長になります稲葉さんというですね、日銀の、まあ、辞めた方というかね、まあ、新会長が1月25日に NHK 決まります。そして、この新会長のデビュー戦がですね、3月の27日の週、おそらく3月の29あるいは30日になるんじゃないかなと予想されますが、まあ、NHK の予算をですね、通してくださいという、そういうことでですね、国会に出てきます。で、NHK の予算っていうのは予算委員会じゃないんですよ。これよく間違えられるんですが、NHK の予算っていうのは総務委員会で、認められる、承認されると、審議されるというもので、NHK には国家予算というのは1円も入ってません。まあ、正確に言うと、まあちょっと1円じゃないんですが、だから、いわゆる税金が投入されていないので、NHK の予算というのは、これは予算委員会じゃなくて、総務委員会で、諮られるということになっているんですね。で、まあその総務委員会でですね、まあガーシーが日本に戻ってきて NHK を叩くと、こういうことを言ってるんですけども、まあね、皆さんこれ、日本のメディア腐ってますよね。NHK がですね、郵便法違反という犯罪をしたのが、まあ、6年間において犯罪をしました。それが露見したバレたのが昨年の12月14日、まあ、先月14日です。もうですね、あれから1ヶ月以上経ってるにもかかわらずですね、未だこの郵便法違反の犯罪者が誰なのか、誰が実行したのかが出てきてないですね。犯罪をした犯人が誰かわからないし、その犯罪によってこれやる経済犯ですから利益を得てるわけですよ。それを未だ NHK は発表してないと。不思議ですよね。12月の20日には私が持っていった、私と浜田参議院議員が持っていった、刑事告発状もちゃんと受理されています。警視庁がもうですね、事件番号1444としてですね、これ受理してもう捜査が始まっているにもかかわらず、日本のメディアはどこ一つですね、これはもうある意味びっくりするんですけど、ひょっとしたら、スポーツ新聞なんかも含めて書いてないのかな。まあちょっとスポーツ紙とかはまあちょっと置いといて、タブロイド紙とかね。要は、メディア、記者クラブに入れるような NHK やテレビ朝日、TBS、フジテレビ、そういったところがですね、一切報道しない。だけではなくて、読売新聞とか朝日新聞とか、日経とかですね、あとは通信社ですね、GG 通信とか共同通信。ここもですね、一切この NHK の犯罪について、この犯罪が行われたことについては報じてるんですよ。NHK 郵便法違反で検索してもらえればずらーってニュース出てきます。でもこの郵便法違反というのは懲役3年以下ですから、これ犯罪でもうすでに受理されてるんですよ。警察動いてるのに、未だこの犯罪をした人間の、いわゆる実行犯ですね、名前が出てこない。そして NHK は2000飛び70万通ですよ。2000飛び70件じゃないですよ。2000飛び70万件ですから、これ世帯送った世帯の、まあ、日本のですね、世帯の約 40% くらいになるわけですよ。日本の世帯 40% の延べですけどね。とにかく2000飛び70万通の郵便をですね、本来郵便局を使わなきゃいけないものを民間会社にやらせた。で、民間会社とかがやってる利益っていうのが、まあ、受注額っていうのは僕とか調べたところでは35円ぐらいなんですね。30円から35円です。つまり、なぜこういうのが犯罪かというとね、本来郵便局の高い、その料金を使わなきゃいけないのを、民間の安い料金でやったということで、この差額が利益になるわけですね。80円のところ34円でやったら、1通50円の利益が出ます。1通50円の利益を2000万通やったら、これで10億円ですから。10億円もの不正な利益を出しておいて、いくら儲かったか。それは10億円で僕の推測ですよ。でも、億単位の利益が出たことは間違いないですね。それを一切 NHK が言わない。それをメディア、NHK 以外のメディアがですね、
例えば NHK の会長会見であったりとか、総局長会見であったりとか、別にその会見じゃなくても、NHK に質問すらしてないですよ。警視庁にもやってないようで、記事になってないわけですよね。これが本当に気持ちが悪くてですね。まあ、NHK が電通に乗っ取られてるっていう僕のこの主張をですね、裏付けるようなものだと思います。民放もテレビ、新聞社も NHK からたくさんのお金をもらっていて、利益をもらっていてですね、NHK にとって都合の悪いことは書けないんじゃないかという疑いを持たれても仕方がないと思いますよ。で、ぜひですね、この NHK による郵便法違反をですね、報道してください。メディアの皆さんにお願いします。これを報道いただいた方はですね、ガーシーの独占取材をしてもらおうと思っております。やはりガーシーはですね、今ドバイにいて、なぜじゃあガーシーが3月末までに帰ってこないかっていう本当の理由っていうのは、これ危ないからですね。殺される可能性があるからですよ。日本でガーシーを狙ってる人がいっぱいいる。ああ、サスケ登場。ね、そういう、サスケもちょっと出るか、はい。ね。そういうですね、危険な状況なので、私も、ガーシーに日本に戻ってきてほしくないとずっと言ってたんですけどね。それはガーシーの命が狙われてるからということが一番大きい問題でね。ただ、メディアがですね、取り上げないから、NHK の犯罪をね、ガーシーのことばっかり、四六時中追いかけてね、彼が悪い人だっていうことを印象操作しすぎ。確かにガーシーも悪いとこあるでしょう。ガーシー自身が自分は、正義じゃないと。自分も悪だとはっきり言って選挙に出たわけで、それ多くの国民が、ね、悪いものにしか裁けない悪があると。悪にしか裁けない悪があるからって言って、多くの国民がガーシーに投票したわけですよね。だから、ガーシーが綺麗だと誰も言ってるわけじゃないんですよ。参政党が愛人 OK って言ってるのを我々責めてるのは、NHK 党も愛人 OK だから、別に NHK 党が悪いから参政党を責めれないんじゃなくて、黒とかちょっとこう悪い人だからこそ悪をね、責めれるわけですよ。だから、ガーシーにですね、取材を申し込んでいただいてる各社の皆さん、ドバイでですね、ガーシーの独占取材をしてもらう、独占というか、してもらうように私の方が手配します。私の方で、場合によっては私もドバイについていきます。で、ガーシーにはですね、他のね、皆さんの取材中に、他の人の悪口言わない。いわゆる名誉毀損になることは言わない。約束しますよ。もちろん、脅迫っていうか、なんていうんだな、テレビのカメラに向かって、こらーとかそういうような脅迫めいた表現法もしません。ただ、彼がね、なぜ日本に今戻らないのかであったりとか、今回の非議事実、どういうね、弁明をしたいのか、いわゆるガーシーなりの言い分があるわけですよね。だから、そういう取材をしたい方は、ぜひ NHK のこの郵便法違反について、まずは取材してくださいよ。どうして、いわゆる下手人、いわゆる誰がやったのかすらわからないわけですね。もちろんこれ会計検査にも報告しなきゃいけない案件だし、NHK 自身が2000飛び70万通も不正があったことを認めておきながら、それによって得た不当利得、いわゆる利益すら発表してない。明らかにおかしいでしょ？メディアとして、ジャーナリストとしてですね、ここをおかしいと思わない方が僕は問題だと思ってるので、ぜひ NHK の犯罪、郵便法違反の犯罪をちゃんと公平に取り上げていただけるのであれば、ガーシーの取材を受けさせていただきたいと考えていますので、メディアの皆さん、その辺ね、ぜひご検討いただきたいと思います。以上です。NHK を。